チートスレイヤーのあだ名、転生、ネットの反応集。ざっくりとしたチートスレイヤーの解説。掛け震えの川本穂村先生が原作を担当する漫画作品。チート能力を持つ異世界転生者によって幼馴染を失った主人公ユートが、異世界転生者たちに復讐を行う物語。作中に登場する悪の転生者たちのデザインが、既存する異世界転生作品の主人公やヒロインから模倣しているほか、中には異世界ものですらない作品まで含まれているためネット上で波紋を呼び、1話にして打ち切りとなった。グロー系。これが新ジャンルの雑誌追放系か。ここから雑誌転生するんだろ。作品が異世界転生しちゃったか。すぐ至るとこまでなローリスペクトしなくていいのに。俺この作品打ち切りでザマーの良さわかった。特級呪物。ナローの悪魔。頭チートス。タイムパラドクスゴーストライターのルイギを。男の子ってこういうのが好きなんでしょ？って言いながら肉じゃがにガンプラ入れて煮込んで長所破壊したみてえな作品。これもう伝説だろ。1話にしてトレンドになる、今一番熱い漫画。掲載する雑誌が間違ってただろ。実は文化タブーでテコンダーとかと並んでたら叩かれなかった。文化タブーが仲間になりたそうにこっちを見ている。権利関係無視して異世界カルテットするやつがあるか。チートスレイヤーって名前が良くなかった。何をコロコロするかぼかして単にスレイヤーズとかでいい。消し炭商法。本能寺商法。燃えてみた。初めて会った時から燃えてた。炎上狙ったら火災が発生しました的なやつ。焼却炉にゴミを入れるのは、炎上じゃなくて処分なんだよな。炎上商法で本当に燃え尽きるやつ初めて見た。チートスレイヤーがスレイヤーされてて草。スレイヤー自身を食っちゃったオチは結構好き。最初に死んだのはまさかこの作品自身なんて。1話にして伏線回収するなんて進撃超えただろ。どうも。チートスレイヤーさん、俳句を読め、慈悲はない。何がひどいって書く読むとナローにある全く関係のないチートスレイヤーが燃えてること。他人のふんどしでケツを拭いた漫画。1話打ち切りとかギャグ漫画日和ぐらいでしか見たことないぞ。夢のかける先生だってラストファンタジーは月刊誌で2話打ち切りだったのに。実質読み切りで草。1話打ち切りとかマン、ガタロウ先生のチンピースのパクリじゃん。クロスハンターだって一応連載はできたのに。今の時代に1話打ち切りなんて見れるとは思ってなかったわ。死んで欲しかったけど死んで欲しくなかった。何もしてないのに壊れた。お前が始めた物語だろ。大したことにはならないだろうと思って殴りに行ったら、相手が存外強くてボコボコにされてから謝ってる状態。三下の雑魚が人気作品に喧嘩売ってボコボコにされるとかまさしくなろうじゃん。ちゃんと駒貝に〇〇先生ごめんなさい。って書いておけば。ヘイト創作すなぁ。掲載誌から追放されたので、実質なろうリスペクト、という説を読んでダメだった。チートスレイヤーが即行されるの、打ち切りはチートより強いってことだな。異世界食堂ネタにしたのが完全に支援すぎて面白い。異世界食堂入ってる理由がブルーレイディスクの売り上げ負けた説ほんと好き。作画がほんとにかわいそう。第2話を相当気合い入れたとか言ってたのに、1話打ち切りというのは作画かわいそう。原作はここまで悪評広まって次書かせてもらえるだろうか。作者の代表作が、掛け震え、と、チートスレイヤー、になるんだな。代表作2つできてよかったじゃん。掛け震えの映画と漫画まだやってるのに、こんなランチキ騒ぎ起こせるのはすげえよ。まあでオチみたいな漫画だったし、いい感じにオチがついたな。作者はどうでもいいけど復讐担なのに、誰一人復讐できないまま話し終わった主人公かわいそう。もともと善玉のキャラたちを悪玉として配置し、その一人にさせるとか喧嘩売ってると見られてもしょうがない。むしろナローだから舐められてるけど、悟空やルフィが釣り駆してる悪役として出したらどうなるかわかるでしょ普通。ナローのヘイト創作ですら、他人の作品のキャラを元ネタがわかるレベルで出してクズにするとかないからナロー以下だぞ。ボーイズのホームランダーはスーパーマンパロだけど、名前や外見はずらしてるのに対してチースレはほぼ丸パクリなところとか最悪だと思う。スーパーマンをモチーフにしたキャラと、
スーパーマンデザインそのまんまのキャラとでは話が別になる。ヘイト創作を商用でやっちゃダメだよ。まずアンチ転生者自体が擦られ続けたジャンルだから斬新でもないのがね。アンチチートするんじゃなくてアンチヒット作してどうする。燃えるだけ燃やしてから内容で黙らせる挑戦的な漫画じゃなかったのか。自分の雑誌に載っている有名な老作品も敵にしててくさ。ドラゴンエイジにこのスバのコミカライズあるのに、なんでゴーサイン出してんだ。アンチオッツ、宣伝文句が巨弾新連載開始だったんだが、この巨弾暴発してんだけど、確かにでかい一石は投じられたけど、前段誤射してるんですが、それは、でかい一石を投じようと振りかぶったら、そのまま押しつぶされてる。冗談とはみんなで楽しく笑い合える、リスペクトあってのディスなんだよな。パクリ元になった作品読んだことすらなさそう。常識的で一番つまらない最後を迎えたな。表現の自由を盾に暴れるくらいして欲しかった。崖から落ちてからチキンレースに気づいててくさ。作者の脳内ではみんなでなろうバカにしながら、楽しく読める漫画になる予定だったのだろうか。みんな作品見ずに火事がどこまで燃えるか見物してただけなんだよな。もがき苦しんで死ぬところが見たかったのに、ジャブで即死なんて寂しいな。キャラを見せなければ1話打ち切りはなかっただろうけど、話題作になったかというとね。2話がない漫画として100年後にはプレミアついてるかもしれないから、1話が載ってる雑誌買っておいた方がいいぞ。正直には以降をどういう話にするつもりだったのかはめちゃくちゃ知りたい。連載中止は英断だと思うし、そこは評価してあげるけど、そもそもこの企画を通した担当と編集長はもっと怒られてね。こんなの書いて不快に思う人がいないと思ったのが怖い。ネットのナローアンチに毒されすぎだろ。通過引っ込めるくらいなら最初から載せるなよ。許可取った上でのパロディーと思うじゃん。あんな悪意あるパロを人気通さずやってたことにびっくりだよ。許可取ってると思ったのに取ってなかったのはハイスコアがあるで見た。発売して19日も経ってるのに今更これって、マジでどれかの出版元から熱が入って慌てて謝罪したパターンでしょ。ナローで無名の素人が書いてても炎上しそうな作品なのに、それをプロが商用でやるな。歴史上の英雄かませにするよりも、連載中の人気作品に喧嘩売る方が怖いんだな。チースレ君。雑誌から追放された俺がアニメ化に至るまで、戻ってきてくれと言われてももう遅い。的なタイトルで再起してほしい？あれ？また俺なんかやっちゃいました？